ウェストコビーナはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス郡の都市である。サンガブリエルバレー東部ロサンゼルス市中心街からは東に20マイルほどにあり、ロサンゼルス市の中流階級が大半を占める郊外都市である。2010年国勢調査での人口は106,098人であり、2000年から1%増加した。 ベストコビーナ氏は1923年に姿勢を敷いた。これは隣接するコビーナ氏が下水処理場をベストコビーナ領域内に建設することを阻止する目的があった。コビーナという名前は洞窟と鶴を合成した造語だった。その後の数十年間はクルミとオレンジの樹林が地域の大半を占めていた。 1930年の人口769人は1940年に1549人まで伸びた。第二次世界大戦後の建設ブームで大きな拡大があった結果、1950年から1960年の間はアメリカ合衆国で最も人口成長率の高い都市となった。この間、の人口は5000人足らずから5万人以上と10倍以上になった。 最近20年間は着実な成長を続けており、1990年の国勢調査では人口96,242人となっていた。ウェストコビーナ市は20世紀後半を、その大半はアレクサ・ギレンが推進した開発とプロジェクトで始めた。ロサンゼルス軍合同権限局の事業例の第一段階として、1969年に、 市役所と警察の設備が建設された。市民センター合同権限局は、ロサンゼルス軍とウェストコビーなしが構成しており、市民センター複合施設内に3階建て駐車場も作った。市民センター複合施設には、ロサンゼルス軍地域図書館とシトラス地方裁判所ビル、及び市の事務所が入った。最初の再開発期間のプロジェクトには、地域ショッピングセンターである。 ベストコビーナファッションプラザの建設があった。これは空調された3つの百貨店と150の店舗が入る屋外型センターだった。またショッピングセンターの古い部分の再活性化もあった。ファッションプラザはサンガブリエルバレーの住人にとってはあらゆるものが揃うアクセスの便利なショッピングセンターとなった。1991年、このショッピングセンターを改修して フードコートや店舗を追加し、センター全体の外装も変え、ザ・プラザ・ウェスト・コビーナと改名した。1993年10月には、床面積10万平方フィートのウィングをオープンして、ロビンソンズ名など50店舗を加え、プラザ全体の内装も革新した。再開発期間の遂行したその他のプロジェクトによって、ザ・レックスのようないくつかのオフィスビルができ、 また二つの地域ショッピングセンター、独立系小売店舗、レストラン、住宅及びオートプラザに結実した。今日のウェストコビーナは高品質の事業が豊富にある大型高外商業都市である。中上流階級が多く、街路樹のある通りとよく手入れされた家屋が並ぶ裕福な地区に住んでいる。ロサンゼルス郡では2008年と2009年に住みたい場所リストに入っており、 市内サウスヒルズ地区には数百万ドルをかけた丘陵斜面の家屋が集積し、サンガブリエルバレーの息を飲むような景色が楽しめる。市内南東部にあるサウスヒルズ地区は1970年代に開発され、さらに1990年代後半に再度開発されてきた。その非公式協会は東のグランドアベニューから西のアズーサアベニューまで広がっている。 シトラス通りには、サウスヒルズカントリークラブがある。すでに完成したプロジェクトに、ウェストコビーナスポーツ複合施設プロジェクトがある。このプロジェクトは4つの部分で構成されており、完成した商業開発、ビッグリーグドリームズスポーツ公園と、第2段階にある18ホールパブリックゴルフコースと商業オフィス開発がある。広さ43エーカーの商業開発地には新しく、 高級品小売店のために床面積30万平方フィートのスペースがある。ここにはターゲット、ザ・ホームデポ、フレッシュイージー、ペッツマートのような大型店の他に多様な専門店やレストランが入っている。ビッグリーグドリームズ、スポーツ公園にはバッティングケージがあり、サッカー場、アイスホッケーのリンク、またホールとして賃貸される多目的パビリオンがある。 また6つの高品質球技場があり、ヤンキースタジアム、タイガースタジアム、フェンウェイパーク、リグレーフィールド、ドジャースタジアム及びエンゼルスタジアムオブアナハイムのようなスポーツのランドマークに匹敵するものになっている。この公園は市民公園であり、市が所有し、ビッグリーグドリームズとの契約で維持管理が行われている。第2段階として18ホールパブリックゴルフコースと、 オフィスビルが開発の承認段階にある。もう一つのプロジェクトとして進行中のものに、ショッピングセンターである、ウェストフィールドウェストコビーナの革新と拡張がある。これは、外装特体の革新、さらに内外の拡張であり、床面積4万5000平方フィートのベストバイが、入りと、追加床面積3万2363平方フィートのレストランと小売店のスペース、 さらに、フォーエバー21の高級品店が入る。この階層は2011年春観光を予定しており、新しい店舗、レストラン及び高級品店が取り揃えられて入る予定である。新しい2.5世ホテルが建設中である。ザ・フェアフィールド・イン・アンド・スイーツ・バイ・マリオットは5階建て、110室、床面積57,028平方フィートで、 東側ベイアベニュー3211に建設されている。観光は2010年を予定している。シトラスアベニューにあるザ・マッキンタイヤスクエアは6.37エーカーの敷地に床面積6470平方フィートの小売りとレストランのスペースがあり、全面改装が進行中である。所有者のマッキンタイヤ社は施設全体の段階的再生を予定し、 第一段階として、元、トレーダー、ジョーのビルの再生が進行中である。ウェストコビーナには多くの医療施設があり、主たる病院としては、シトラスバレー医療センター、別名バレー医療センターのクイーンがある。この病院は、包括的な総合医療施設であり、その出産、新生児センターは、サンガブリエルバレー東部の医療施設と比較しても、出産取り扱い数が多い。 レベル2新生児集中治療室では1972年の開設以来1万5000人以上の新生児を扱った。クイーンズマンモグラフィーセンターは低料金のマンモグラフィー乳がん検診とチブサに関する健康、教育を行っている。救急医療部は南カリフォルニアでも最大級に多忙な部署であり、毎年5万4000人近い患者が訪れている。その他、 18床の小児科病棟心臓病医療、12床のリハビリテーション室、最新 AMRI と CEAT 診断装置、及び血跡破砕術がある。ウェストコビーナ市内には、その他多くの民間医療施設や委員がある。カイザーパーマネンテが、ウェストコビーナ医療事務所と、ウェストコビーナ行動保険学事務所を運営している。イーストバレーコミュニティ医療センターは、 低収入家庭向けの大型無料委員であり、包括的医療提供者と無料医療について計画と相談を中心にしている。イーストバレーは、メディカル、メディケアおよびヘルシーファミリーズなどの公的医療保険や、ブルークロス、ブルーシールドなど民間医療保険も受け入れている。最も重要なことはいかなる健康保険も受けていない家庭の場合であり、その 支払い能力に応じたサービスを提供している。以下は2000年の人口統計データである。過去20年間で大きな人口構成の変動があった。ヒスパニック系住民の比率が1980年の21%から2000年の35.7%まで増加し、白人のヒスパニック系比率は64.8%から31%にまで低下した。 アジア系あるいは太平洋諸島系住民比率は1980年の3.9%から2000年の32.6%に上昇した。州務省の2010年有権者登録統計によれば、ウェストコビーナの有権者は民主党60%、共和党40%に投票する傾向にある。数十年前は共和党の固い地盤だったが、現在は、 人口構成の変化によって、いくらがリベラルな方向になってきた。ウェストコビーなしは落書きを地元警察官に通報して捕まえさせることについて、警察署に通報することから住民に100ドルの報酬を与えることまで多くの方法で犯罪と戦っている。市内の犯罪は、自家所有者の代わりに賃貸者が増えた時に増加するように見える。市内の多くのアパートは、 犯罪率が高いと知られている。しかし、まさしく行動していれば動き回るには害して安全なところである。警察は薬物に対して厳しく、ほんの少量でも所有していれば逮捕する。市の東部は中心となる事業地区より統計的に犯罪が少ない。ロサンゼルス軍健康サービス部が、ポモナ市にあるポモナ医療センターを運営しており、ウェストコビーな市民も利用できる。 公立学校、ベストコビーナ市の大半は、ベストコビーナ統合教育学区が管轄しており、小学校8校、中学校2校、中間的、学校1校、高校2校、継続学習高校1校、成人教育学校1校がある。約3万5千人の児童、生徒がこれらの学校に通っている。市内の一部は、コビーナバレー統合教育学区とローランド、 統合教育学区が管轄しているサウスヒルズ地区住民の半数は、ウェストコビーナとコビーナバレー学統合教育学区のどちらかを選択できる。市内にあるサウスヒルズ高校、トラウィーク中学及びメサ小学校はコビーナバレー統合教育学区が管理している。ウッドサイドビレッジ地区の住人はローランド統合教育学区の管轄である。ここには高校1校、 中間的、学校2校、小学校1校がある。ウェストコビーナ高校は52年の、サウスヒルズ高校は42年の歴史がある。国際ポリテクニック高校は、ポモナのカリフォルニア州立、ポリテクニック大学内にある公立校であり、入学試験を通れば、市内の高校生が入学できる。2010年に新設校のエッジウッド高校が開校した。 ITT 工科大学が市内にある唯一の高等教育機関である。市から数マイル以内にあるカレッジとしては、アズーサ・パシフィックカレッジ、シトラスカレッジ、マウント・サン・アントーニオカレッジ、パサデ・ナシティカレッジ、ビッテリアカレッジ、ウェスト大学及びポモナのカリフォルニア州立、ポリテクニック大学がある。市内の先を見越した事業地区再開発事業の一部として、 多くの人気あるレストランチェーン、小売店、及び会社を誘致してきた。その中には、ザ・ホーム・デポ、リーガル・エンターテインメント、フーターズ、エレファント・バー、フォーエバー21、セフォラ、アウディ、ボブズ・ビッグ・ボーイなどがある。ウェスト・コビーナ市内には多くの自動車ディーラーがあり、その大半はウェスト・コビーナ・オートプラザと2つのシトラス・オートローにある。ウェスト・コビーナ・オートプラザには、 トヨタ、ホンダ、シボレー、フォード、メルセデスベンツ、クライスラー、ジープ、ダッジ、スマートおよびアウディがある。市の南部にあるシトラスオートローには、マツダ、ニッサン、キャデラック、ビュイック、GMC、GMC トラックがある。市の北部にあるシトラスオートローには、アキュラ、キア、およびフォルクスワーゲンがある。 ウェストコビーナの包括的年間財務報告書2009年版によれば、市内の大きな雇用ストップ10は、以下の通りである。市内には3つの大きなショッピングセンターがある。ウェストフィールド、ショッピングタウン社が所有する、ウェストフィールドウェストコビーナと、ウェストフィールドイーストランド、およびザハイツアットウェストコビーナである。ウェストフィールドウェストコビーナは、大型の地域ショッピングセンターであり、 208の店舗とレストランが入っている。2階建てでキーテナントは東のメイシーズ、南のジェイシー・ペニー、西のシアーズ、北のベストバイ、同じく北に新しくオープンしたフォーエバー21の基幹店である。2階にはフードコートやレストラン、料理とドリンクの売店がある。このショッピングセンターはその多くの衣料品店や高級品ブティックで知られている。 また大きな改装や拡張も進行している。ウェストフィールドイーストランドは2階建て屋内型、ショッピングセンター、あるいはパワーセンターと呼ばれるものであり、駐車場は1階南側と2階北側にある。バーリントンコートファクトリー、ディックス、ベッドバスビヨンド、ベビーザラスなど多くの大型店が入っている。キーテナントは東のターゲットである。ザ・ハイツ・アット・ウェスト・コビーナは、 売り場面積34万平方ヒートの新しいショッピングセンターであり、ビッグリーグドリームズスポーツ公園のすぐ南にある。キーテナントは北のザホームデポと南のターゲットである。多くのレストランや小売店があり、その他、ステープルズ、ペッツマート、フレッシュイージーなどが入っている。ウェストコビーナ市内には、その他にも大型で重要なショッピングセンターがあり、その中には、 店舗、レストランが入りサービスが行われている。ウェストコビーナ市内には、ハンバーガー店、ファストフード店や軽食レストランからよりカジュアルな、食事所まで多くの選択肢がある。市内全体に開店している人気のある、レストランチェーンの店としては、ノームズ、ボブズビッグボーイ、エレファントバー、BJ レストランブルワリー及びフーターズがある。 カジュアルダイニングのセンターやプラザは3カ所ある。レイクスエンターテインメントセンターには、エドワーズシアター18、レストラン、売店及びレッドルームナイトクラブが入っている。その他人気のあるナイトクラブは、クレイジーホースとクラブスパイスである。またボーリング場のブランズウィックウェストコビーナレエンズや、新しくオープンした、ビッグリーグドリームズ、スポーツ公園がある。 最も賑やかなクラブとされるのは、タイナズ・タバーンである。市内には、多くのレベルの宿屋があり、主なホテルとしては、コートヤード・バイ・マリオット、ハンプトン・イン、クラリオン・ホテル、ベスト・ウェスタンなどがあり、ザ・フェア・フィールド・イン・スイーツ・バイ・マリオットが近日、オープンする。市内には、ビッグ・ライダーズ公園やビッグ・リーグ・ドリームズ等、多くの大きく美しい公園がある。 市の東部サウスヒル地区には民間のゴルフ場、サウスヒルズカントリークラブがあり、近々丘の上に18ホールのゴルフコースを建設する計画が進行中である。市内にはウォルナットクリークに沿ったものやウッドサイドビレッジの中のものなど街路樹のあるウォーキング道路がある。市はゴーウエストと呼ぶシャトルバスを3系統運行している。ボールドウィン公園のメトロリンク駅には 無料シャトルバスも運行している。全米国際姉妹都市協会加盟都市。ありがとうございます。